あなた方は正しい判断をしています。なぜなら、横島な心、魂、毒、それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ、核のゴミであれ、これからは皆さんも私のファミリーです。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に取り組めます。震災後止まっている原発は再稼働し、その関連産業すべてが潤うでしょう。つまり、ここにお集まりの皆さんはとても儲かる、途方もないほどに。恐縮です、教祖様。核のゴミをお引き受けいただくこと、日本人を代表して感謝します。大臣には昨日また原発再稼働への道筋を説明してやりました。ありがとう。あなたは日本経済にとって闇へ差し込んできた一筋の光、まさに救いの神です。大っぴらにはできないでしょうが、海老名さんにも敬意を、我々とあなた方の架け橋となってくれました。それはもちろん、ありがとう海老名さん。恐れ入ります会長。いずれはうちも表へ出られるよう組織を改革中です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。失礼、皆さん、時間のようだ。大切な儀式がありましてね。それでは。Good news, Overseer. What is it? We've secured the girl. She's coming in on the next boat. And am I supposed to be impressed by this?Had you settled this sooner, I wouldn't have relied on Evina's help. If there ever comes a day where he uses this against us, it will be your last, Dwight. There won't, I swear. You have all been chosen. Father Bryce has granted you the rite of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going! Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less.You have made me very proud, my children of Palikana. Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident your flames would light the way. まだいたのか。てめえが起きてたって何にもなりゃしねえぞ。何すまねえ、茜さん。
俺のせいで。新規癖ったらねえな。おい。このまましょぼくれて全部手遅れになろうが、そりゃ俺の知ったこっちゃねえがな。桐生一馬の期待をこれ以上裏切るんじゃねえよ。託されたんだろうがお前は。俺どうすんだ。病すまねえ。目覚めた。ならちゃっちゃと動け。ことは待っちゃくれねえぞ。ありがとうございます。ああ。なあ、足立さん、ちーちゃんは？どこだ。はあ、さっきまでその辺にいたけどな。
おい、もしかしてあいつどっかにとんずらしまったんじゃ。なんだと？どういうことだよ。だってあいつエイジがラニを狙ってることも全部承知で俺らの仲間でいたんだぞ。その裏切りが俺らにバレたわけだから逃げても不思議じゃねえ。でもちーちゃんは俺らを助けようとしてたろ。パレカナが来るって警告してくれたじゃねえか。俺らの仲間なんだってちーちゃんは。ならこれも覚えとけよ。ちーちゃんがもっと早くエイジのこと言ってくれてりゃラニは奪われなかった。花輪さんとウォンも殺されずに済んだ。気の毒だがよ、カスガ。トミーの言うことにも一理ある。何言ってんだよ、足立さんまで早とちりだよ。ちーちゃんがトンズラなんてどうせその辺にいるんだからよ。ちーちゃん、ダメだ、繋がらねえ。千歳とか言ったか。一人で出てったみてえだぞ。今下の門から知らせがあった。ちーちゃんが。おまけにうちの拳銃を持ち出してる。はあ？手癖の悪い。どうやって隠し場所嗅ぎつけやがったんだが。やまい、ちーちゃんが出てったってのはいつだ。銃が消えてるのは今さっき分かった。女が出てったのは30分以上は前だろうな。銃を持ち出したってあいつもしかして一人でラニを取り戻そうと。マジかよ。出なきゃ銃は必要ねえ。あいつは多分エイジやパレカナのとこに乗り込むつもりだぞ。いけねえ、ちーちゃんを追いかけよう。そうなるわな。おい、追いかけるってちーちゃんがどこに行くのか分かってんのか。そうだ、ガンガンいけるぜ。あんたたち。どうもおばちゃん。ラニをさらわれたって。アカネさんも怪我させられたとか。もうご存知だったんですね。私ってやつはどれだけ人を見る目がないんだよ。あんたたちにあの子たちを預けた途端これか。そう言わねえでくれよ。それよりおばちゃんさ、千歳って子見なかったかい。俺らと一緒にいた。なんだい、あの子にも愛想つかされたのかい。そういえばさっきそこを歩いてったね。どこに向かって行きました。さあそこまでは。それに見かけてからもう随分経つよ。そうですか。千歳は今頃エイジを探そうとしてるはずだ。裏切りの仕返しかラニを取り戻すためか。どっちにしたっていずれはあいつのところに現れる。ってことはつまり俺らもエイジのとこに行けば千歳を見つけられる。いや、それが分かりゃ苦労しねえって。
三人よれば文字の知恵ってやつだ。どうだ、春日。大道寺のセーフハウスは、エイちゃんはずっとあそこにいて、花輪さんと一緒に俺らの動きを見張ってたんだ。何か手がかりを残してるかも。なるほどな。いいだろう、戻ってみるか。まだ警察がいるかもしんねえが、それでも遠巻きに見るくらいはできる。はあ。しかし俺ら、ちいちゃんがいねえだけでこんなむさ苦しい絵になるんだな。どうなんだこれ。いいんだよ、そんなことは口に出さなくったって。Roger that. すぐにここを離れて正解だったな。サツに捕まってたら身動き取れなくなるとこだ。花輪たちの遺体はもう運び出されてったか。何にせよこれじゃ部屋に近づくのも難しいな。一番なんて職質されただけでアウトだぜ。パスポートもねえし、もう桐生さんとか大道寺のパーにも頼れねえ。さてそれはどうでしょうね。お前らなんだこいつら。忘れかもしれませんが、我々は花輪の数少ない部下です。指示を受け急ぎ茜さんたちの専用機を手配してたんですがね。まさかこんな事態になるとは。あそこで何があったかは室内の監視カメラ映像で把握しています。三田村英二がパレカナの内通者だったことも。そうか、花輪さんのことなんだけど。そのことでしたらあなたのせいじゃありませんよ、春日さん。三田村に気が回らなかったのは我々の落ち度です。ただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず、十分な人員が揃っていなかった。だからパレカナにばかり気を取られ、他がおろそかになった。つまり今回の任務を過小評価した上の判断ミスです。あんた。それにあなた方がいなければ我々は今も茜さんを見つけられませんでした。花輪のことを気に病む必要はありません。ありがとうよ。けどやっぱり俺に何の責任もねえとは思えねえ。だからこの始末は俺がつけるよ。あなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ。場所を変えましょうか。三田村英二という人物についてこちらで調べを入れました。何かお役に立つことがあるかもしれません。それをお伝えしたく思います。どっかにいい場所が。以前桐生さんが使っていたホテルの部屋へ。場所はご存知ですね。我々は先に行っています。大人数で目立ちたくありませんから。
なかなか気遣いのできる連中じゃねえか。花輪の教育が良かったんだろうな。ああ、行こう。やんのかこの野郎。全力でかまつぜ。よし、もう行きましょうだな。What you looking at? I'll sue you。 さっさと始めようぜ。全力でかまつぜ。何でもできそうな気分だ。お待ちしていました。どうぞ。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだったんだな。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外だったんです。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。茜さんは病んとかで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあおかけになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。結論から言えば、大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。と言いますと。病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。で、
そいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね、状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。なんだって？これはここだけの話にしていただけますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは？原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんです。エビナを通じて？核のゴミ処分がままならないのは万国共通、原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船といえる。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。落とし穴って何のことなんだ？それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか？ええ、大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。なあ、ちょっといいか。大道寺ってのは悪の組織みたいなもんなんだろ？日本の影の権力者です。かつてほどの勢いはありませんが。それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカナを調べるんだ？そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか、国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。うん、さすが影の権力者。じゃあ聞くがよ、もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く？何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああそうだな、エイちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村エイジ、意外かもしれませんが調べたところ本名でした。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。エイちゃんが分野？ええ、しかし5年前に会社から解雇されています。理由は運転中に起こした人身事故です。人を引いたってのか？ええ、ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。え？当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがそれが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。エイジは
それが荒川組の仕業だって言ってるのか。証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと運転手の過失は軽度であるという判断から数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか。そのもし荒川組の仕業だったとして、荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。奴ならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。な、それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ。新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。 NPO 法人ブリーチジャパンです。エイちゃんが、あいつブリーチジャパンにいたのか。荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。な、三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され、組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんなら、なんでエビナとつるんでるんだ。あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。いやでもそれは変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら、今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失ったのか何なのか、エイちゃん本人に確かめるしかねえな。だな。話を戻すぞ。エビナと手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。けどそのチャンネルも今や海老名の御用聞きだ。三田村はハワイにおける海老名の名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。桐生さんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像一枚だけ、どっかの店の看板とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言ってんだ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ、分かると言ってくれ。はあ、大丈夫だ、わかるぜ。さすが春日さん、そこに何も。そしたら行ってみねえとわからねえ。
ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。虹は。待った。